戦国久道は、田島国伊豆市藩五代藩主、伊豆市藩戦国家八代。安永三年五月十二日、第四代藩主、戦国久行の長男として生まれる。久道は久行が正室と結婚する前に即室との間に生まれた所長子であったため、はじめは、正史として認められず、と規制を称していた。しかし、久と正室との間にが生まれなかったため、 天明五年に父が死去すると戦国に復製して家督を継いだ。久道は反省を過労の戦国久吉に任せて勇教に吹きるなどした。そのため文化五年に久吉が死去すると反省を見る者がいなくなり、文化八年には江戸判定の類承などによる再建による出費なども相次いで、文政二年の時点では六万両に及ぶ借金を築いたと言われている。 久道はそれより5年前の文化11年9月20日、治病の借金を理由にして、家督を長男の正美に譲って隠居する。そして、伊豆市に隠居所を建てて、なおも反省に介入しようとしたが、これに反対する、家臣団と対立することとなり、反省のさらなる混乱を招いている。文政7年5月に、ま美が死去すると、十次男の九両第藩主に擁立し、自らは、 幼少の栗の貢献人として実権を握った。戦国騒動が表面化する直前の天保5年9月4日に死去した。去年61、ひ道の行場なども戦国騒動を招いた演員とされている。久道の墓所、ありがとうございます。